ダスキン福山のお家が綺麗なら心も綺麗。こんにちは、ダスキン福山の高橋です。前回に続きまして洗濯の時に使う漂白剤の違いについて後編をお伝えします。それでは藤真央さん、よろしくお願いします。はい、ダスキン福山営業サポートの藤井です。まずはこちらをご覧ください。塩素系の漂白剤と酸素系の漂白剤の違いをまとめてみました。漂白力は塩素系漂白剤の方が強く、酸素系漂白剤の方が少し弱くなります。また色柄物の衣類に塩素系漂白剤を使うと脱色の原因になります。実際に汚れたタオルを使って実験したところ、このような差が出ました。塩素系の漂白剤は綺麗になったように見えますが、その分色落ちもかなりしています。酸素系の漂白剤は少し汚れが残っていますが、色落ちはほとんどしていないように見えます。漂白剤が使える衣類かどうかは洗濯記号によって表示されているので確認してみてください。適切な漂白剤を使用してお洗濯のレベルアップをしちゃいましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。次回もまた見てくださいね。バイバーイ。できた。